よく聞く言葉について考えようということで、はい。今回もやってまいりました。よく聞く言葉について考えよう。ね。今までいくつかやってきました。えー、バナナはおやつに入りますかとか、えー、私中身おっさんなんだよねとか、まあ、その他諸々やってきましたが、えー、今回もよく聞く言葉について考えてみます。今回はですね、もしも、 何でも願いが一つだけ叶うとしたらみたいなやつですね。これよく聞きますね。まあいろんな多分皆さん一回聞いたことあるし聞かれたこともあるし考えたこともあると思います。このもしも願いが一つだけ叶うならみたいなやつ。ね。これについて考えるんですけども私自身この質問に関しては別に全然ああなんかちょっとこうワクワクするというかまあいい感じでその場の話以下で盛り上がったりその人のんだろう 趣味思考とかそういうの性格とかが現れるので、ね、盛り上がるしすごくいいなと思うんですけどまあ一つ危惧してるのはこのもしも何でも一つだけ願いが叶うとしたらその何願うっていうんじゃなくてまずもしも何でも願いが一つだけ叶うとしたら願うって一回確認してほしいですね。まず願うかどうかかどを確認してほしてい だって、いや、僕は願いません。僕はもう自分の力で願いは叶えたいんでっていう人もいるかもしれないし、そう。なんでもかんでもその、なんでも願い叶うんやったら、ああ、えますって言う人ばっかりじゃないです。なんか、なめてんのかって思われても嫌やし、なんかその、なんでも、どうせあなたもなんでも願いが一つ叶うとしたら、ね、叶えますよねって言われてるような感じなので、一旦そこでね、気悪くする人がいるかもしれないので、まず、 願い事が叶うとしたら「願う?で」って一回そのまずまず願うかどうかを確認しましょうそっから「えー、何願う?」と「願う」と言われたら「何願う?」と聞いて、はい、で例えばねよく多いのが「お金持ちになりたい」っていう人がいますけどもね何でも願いが叶うとしたらお金持ちになりたい、ね、100億円もらいますって <laughs> 100億円もらうっていう人がいるとしましょうそしたら「え100億円もらったらもう相当何でもできるよ」 えそんな100億円あったらその何に使うではなくそこもえじゃあ100億円さもらえるんやとしたらさそのもらうって一回確認しておきましょうまずもらうかどうかまずそこねだってだって人によってはそのねお金持ちになりたいみたいなその願いっていうのは、まあくまでもそのいや自分の力で稼ぎますというかそのお金持ちになるけどそのお金持ちにの 稼げる具合は僕次第です」っていう人もいるかもしれないし「あ私が言ってるお金持ちってのは心の豊かさの話です」っていう人もいるかもしれないですしはいお金ではなく心がお金持ちになりたいっていう人そうなんで一概にもうほらどうせお前100億もらうんやったらそれもらうんやろって思われたらすごい嫌な気持ちになる人もいるかもしれないしなので一旦ここで聞いておきましょうえ100億円もらえるんやったらさもらうって で、もらうって言われたらあじゃあっていう話しましょうねこいつめんどくさいなって今もしかしたら聞いてる人を思うかもしれないですけど決してそうではありませんあなたたちは日頃からこういうのやってますだってね携帯もそうでしょアプリとかも消そうと思った時にパッてツボタンを押したら消えるわけじゃないですよねパッてツボタンを押したら本当に削除しますかっていう画面が出ますそこで削除するかキャンセルするか 間違えてツボタンを押してしまってすぐ消してしまったらたまったもんじゃないから一応確認画面で本当に削除しますかって出るんですよ。LINE のスタンプもそうでしょ昔はねもうスタンプの押すだけでポン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 って表示されてましたけども今はスタンプを押したらもう一回そのスタンプが出てきてそれを押してやっと送信されますんではいこれはミス防止ですよねこの手が当たったたっっとかそういった意味で 一回確認をつけるそれによってあなたたちは救われてるので今こうやって証言している僕に対して言うのはお前めんどくさいなーじゃなくて、えー、ありがとうと言ってください主張してるので僕にはありがとうと言ってくださいねはいそしてまあなんでしょうお金持ちもそうなんですけど結構ねこう瞬間移動できるようになりたいとかその空を飛べるようになりたいというその能力系の人もいると思いますので,、はい、でもし ああじゃあ俺願い叶うんだったら「空飛べる」がいいなって言った人に対しては「え空飛べるんやったらなめっちゃすごいからえ空飛ぶんやったらさそのえ何したい?」とか聞くんじゃなくてね能力系を選んでるわけですからねお金とかそういうものではないものを選んでる人に対してはそのもしじゃあ空をさもう本当に自由に飛べるんやったらさ 歩けるるととといいうことへの喜びを知るかなと聞ててあげてくださいいいですかだって別にその空飛べるからってね別にその本当に移動手段とかそれがしたくて空飛びたいって言ってるわけじゃないかも今持ってる与えられたものへの感謝を実感するために空を飛びたいっていう人もいるかもしれない歩くことにあ歩くのって楽しいなって思うためにだ鳥とかもやっぱ飛んでる印象強いですけど実は本人たちからしたら あのちょこちょこ歩いてるときが一番楽しいかもしれないし空飛んでるときより空飛んでるときはもう労働でも歩くときがもう仕事終わりのビールみたいな感じでなのでもうその人によってあるんでもうそのまままっすぐ聞かないいったいろんなパターンを考えてえ質問をしてみてくださいはいちゃんと願うかどうかを確認したりとかあ空それは飛びたいんだなじゃあもう何かできるとかじゃなくて一旦そのもしかしたらその 今与えられているものへの感謝を分かりたくてその飛びたいのかなとかそういうふうにいろいろ考えて質問を変えてみてください。そしたら気づいたら、えー、あなたの周りには、えー、友達はいなくなってるでしょう。ということで以上もしも願いが何でも叶うとしたらでした。 中村慶太のラジオ風ガールズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊バッテン少女隊の春の紀伊奈と青いリルアです RKB ラジオでお送りしているガールズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊はポッドキャストでもお楽しみいただけます アップル、スポティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストなどで「バッテンラジオタイと検索してフォローをお願いします。